逃げの流れは途切れました。ただ12レースには頼もしきエースモーター伊藤裕二が1号艇を張ります。セミファイナル最終カード12レースを迎えます。1号艇埼玉伊藤裕二、2号艇東京北山康介、3号艇香川森高一馬、4号艇愛知中口博隆、5号艇は東京斉藤仁、6号艇群馬鹿島俊博、以上のメンバーです。ここまで準優勝戦2レース1号艇と4号艇が上位を争っています。さあこの12レースはどうなるか。昨日の6号艇で土がついた伊藤裕二でありますが、オール2連対、節間5勝をマークしています。最近はこの44号機準優の壁に阻まれていますが、伊藤裕二注目の1番です。2コースには北山康介、こちらも開催2日目から流れに乗っています。3号艇の森高一馬、そして4カード4号艇中口博隆、ネームバリューではインパクトあります。5号艇斉藤仁も同様。6コースから後輩等の視野になるか。6号艇鹿島枠成3対3です。12レース進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。12レーススタートしました。やや早起こしでありましたが、それでもスタートは決めた1号艇伊藤裕二。2コースから2号艇北山が、これはいい壁になりそうだ。3コースから3号艇森高、おっとちょっともたついています。1号艇伊藤裕二、2号艇北山の差しを許しているぞ。スタートは前提正常でした。さあ2号艇北山が差し抜けました。1号艇伊藤は2番手から、5号艇斉藤仁が今度は伊藤を狙う立場になりました。一周リマークの旋回です。5号艇の斉藤仁を生かしてズボッときました。1号艇伊藤裕二でありますが、先頭は2号艇北山康介、2番手には1号艇伊藤裕二、3番手に斉藤仁。スタート正常で2周目に入っています。2号艇北山康介が先頭です。一周1マークでは3号艇森高に抵抗した伊藤裕二、懐から差し込んだのは北山康介でありました。2号艇北山康介が先頭です。伊藤裕二2番手、5号艇斉藤仁が懸命な追走だ。さあこれは狙う気満々だ。5号艇斉藤仁、斉藤が並ぶのか。1号艇伊藤裕二に斉藤仁が並ぶ。おお、3号艇森高まで絡もうとしている。しかしそれでも伊藤裕二は差し返しています。さあどうか。この辺りそんなに今日は強烈パワーで突き抜ける感じではありません伊藤裕二。レースは最終周回、展示タイムでも北山康介に負けておりました1号艇伊藤裕二。さあここは外から、おお斉藤仁が握るんで、おっとまさかのキャビテーション。1号艇伊藤裕二、さあどうした。5号艇の斉藤仁が前にいる。伊藤裕二今3番手、今44号機準優が鬼門になっている。さあなんとか並ぶ。中澤の再現なるか。伊藤裕二先手を取る。斉藤仁刺してくる。斉藤仁並ぶ。さあここから直線勝負、伸び比べどうか。先頭2番北山ゴール、1番伊藤ゴール、5番斉藤ゴール、3番森高ゴール、4番中口、6番鹿島の順でゴール。